ひび割れ漏水の原因等にかかる調査についてであります。3月議会において問題点を指摘いたしました。以後の対応について認識を問います。火葬場ひび割れ漏水調査報告書には漏水発生時期が平成24年6月19日と記載しておりますが、漏水発生時期が完成後間もなくから発生したことが判明しており、記載に誤りがありました。その経緯については現在特別調査チームにおいて調査中ですので、その結論を待ちたいと思っております。2点目はひび割れの発生原因についてであります。調査報告書はその内容や調査方法に問題があることが明らかになり、信用できないものとなりました。改めて本件についてひび割れの発生原因についてですが、特別調査チームの調査結果を踏まえ、専門家に改めて見解を求めていきたいと考えております。都市部長の答弁がこの問題のその深刻さを象徴していると思うんですが、調査チームが調査中でその結論を待つと、これね、分かってる人が全部喋ったら調査チームなんかいらないんですよ。分かってる人が言わないからここで質問せなあかんし、調査チームが時間かけてやってるんですね。部長の答弁からしますとですね、この当事者である人たちがこの問題を解決する気は全くないというふうに私は受け取りました。私がこの見積書を見る限り、なんで市がやったんですかっていう工事がいっぱいあるんですよ。でそういうのを引いていったら差額がもっともっと広がります。誰がこの工事をやらしたんですか。その辺の経緯については今特別調査チームで、調査中ということでございますので、その結論を待って、必要な措置をしていきたいと思いますが、東屋の件なんですけれども、これですね、建築確認申請がないということなんですね。森下次長に連絡する、午後から住職安全課に聞きに行く、15時30分住職から連絡あり、書類なしで休憩建物許可終了できた、指導された通りにやってるんですよ。いかがですか。改めて、確認というか、特別調査チームの、調査の中で、調査されるものということでは考えてございます。